映画ラストマイルに散りばめられたアンナチュラルミュー404の小ネタ10選パート2ということで、大島康幸でございます。映画やドラマの考察やレビューをやっているチャンネルでございます。前回ですね、前の動画で、小ネタ10選という1本目の動画を出したところですね、そこにコメントが殺到しまして、そこに集まっている小ネタを10個集めただけでもう1本動画が撮れてしまうよと、判断しましてパート2に、踏み切りました。ここにさらにですね10個新たな小ネタが加わったらですね、また1本出していこうという形で、10個ずつね補充していこうかなというふうに、思っております。で、前回の、訂正というか補足なんですけれども、マンションの部屋番号が404だみたいなことを言ってしまったんですけれども、正確にはですね、マンションの宅配ボックスの暗証番号が404だったで、ございました。そういうですね、間違いがあるので、申し訳なかったです。そしてですね、公式からですね追加の、告知が出まして、隠されていたサプライズがですね、なんと解禁されましたというのが1個、ございますね。前回の動画でも述べたですね、前田大城さんと望月歩さんの出演に関してでございます。ミュー404で勝俣くんという役をやっていました。第3話でですね、犯人の役をやっていた高校生の前田大城さんが演じていた勝俣くんが4機捜の隊員となり、陣馬さん橋本潤さんの新たなバディにというのがですね、正式に告知されました。ただね、前田大城さんはですね、出演自体は宣伝の段階から出ていましたので、この背景情報ですね、設定っていうのが出たのが新情報なのかなと思います。そしてアンナチュラルで第7話にて登場したですね、ある種犯人役の、巫女にですね宣戦布告する、高校生白井一馬くんの役をやっていた望月歩さんが、出演解禁ということで、この2人のドラマからの成長をぜひ劇場でお確かめくださいという情報がなんと公式から出ています。さらにですね、サプライズで隠されている、キャストもいますけれども、それはですね、こうタイミングを見て公式から出るのかなと思っておりますけれども、そういった形でね、小ネタが公式から出るというのはですね、我々としても非常に嬉しいところでございます。さあ、10個ね、どんどん紹介していきたいんですけれども、順番としてはですね、ストーリーの本ネタというかですね、ネタバレに関係ない部分から、些細な部分から順番に洗っていこうと思っております。で、1個目から4個目はですね、ミュー404ネタですね。1つ目、これはメロンパン号がちょっとだけ映るねーという話ですね。メロンパン号映るかな映んないかなと思っていたと思うんですけれども映ると、でもメロンパン号知らない人からしたら何のこっちゃかと、思うんですけれども、ちょっとだけ映りますので、見逃さないように注意してくださいというだけですね。そして2つ目、伊吹綾乃さんが手袋を忘れないで持ってくるというところですね。これもですね、ドラマを全く見ていない人からしたらですね、かっこいい警察の人が2人で仕事をしているなというですね、星野源さんと綾乃さんがちょい役で出てきて豪華だな、かっこいいなというだけだと思うんですけれども、我々からしたらですね、島が手袋持ってきたって言ってですね、ちゃんと手袋を持ってきている伊吹というね、これだけで、非常にですね、胸熱ということですね。ドラマでは島から借りていたという、設定がありますので、それだけで、ミュー404も何回も見ている人からするとですね、あ、成長してると、時が経ってると、いうことを、知ることができる、本当に些細な、タイミングですけれども、こういうところも見逃さないのがミュー404ファンだなという感じですよね。そして3つ目はですね、伊吹ネタ多いですね。伊吹、綾野剛さんが、雰囲気とちゃんと言えていたっていうですね。これもね、ミュー404見てない人からしたら本当にただ会話してるだけだと、思うんですけれども、雰囲気というですね、間違った日本語をいぶきは、割とちょっといい加減なやつなのでね、使っていましたけれども、岡田健史さん、当時岡田健史さんですね、が演じていた Q ちゃん、九重くんがですね、雰囲気じゃなくて雰囲気というふうに訂正するところがありました。で、今回はですね、割と、いろんな事情があるのかなというところで事務所を離れて名前も変えられて水上講師さんという名前で今、バリバリ活動されていますけれども、ここのくん出てこなかったですけれどもね、ミュー404においてはめちゃくちゃ重要なキャラクターですので、見てないという方はね、ぜひともですね、ここのくんを中心にして見てもいいんじゃないかなというドラマだと僕はね、ミュー404に関して思っておりますので、ぜひともですね、ここのくん今回は出てこなかったけれども、ここのくんの存在を感じることができるシーンとして、ちゃんとですね、いぶきが言えてるというのを、入れてくれたというのもあるんじゃないでしょうか。そして4つ目はですね、これもね、ミュー404のオタクが、大騒ぎしているところなんですけれども、エンドロールでみんなね、メインどころの人たちは一人一行ずつ名前が出ていたのに対して、綾野剛さんと星野源さんだけは、横に並べて配置されていたというですね、二人並列だったという、ところがですね、エンドロールネタとして、盛り上がっておりました。しかしね、これはね、配慮というよりかは、そもそもミュー404というドラマ自体が、この映画のですね、ラストマイルのシェアードユニバース作品、先行作品となっておりまして、その時のね、クレジットがですね、ダブル主演として正式になっていたのでっていうところかなと思います。例えば石原さとみさんが主演で、助演として井浦新さん、久保田雅隆さんがいるっていうのは、割とですね、これは正式に順番がついているわけですけれども、綾野剛さんと星野源さんは順番をつけないっていう契約というかですね、クレジットなのでというのなんで、これは配慮というよりか、そういうもんだということだとは思うんですけれどもね。でもその順番をこう崩さないっていうのもですね、非常に嬉しいところかなと思います。そしてアンナチュラルネタに入っていくんですけれども、このあたりはね、これ僕は気づけなかったポイントなんですけれども、運送屋さんの親子の名前がですね、佐野さんという親子だったんですね。日野翔平さんと宇野翔平さん
翔平さんという二人ですけれども、なんとですねアンナチュラル4話で幸せの蜂蜜ケーキを届けたのも佐野さんということで、これはねコメントで言われなければ僕は絶対気づかなかったですね。我が家の坪倉さんの名字が、佐野さんということですね。あ、なるほどっていうね。そして、ミュー404のトランクルームの会のケンさんですね、の名字が梨本で、今回岡田将生さんが演じている、人物の名字が梨本こうということで、このですね佐野とか、梨本とかですね、決してですね鈴木とか佐藤とか田中みたいな名字じゃないのに、二人出てきているっていうのはですね、これはどういうことなのかっていうのね、これはもう不思議なポイントですけれども、まあただ単に繋がってるよっていうことを示しているだけで、まあ血縁関係があるとかね、親戚だとかそういう設定じゃない気がしますけれども、まあファンだからこういうところも気づくというコメントが来ました。非常にすごいですね。まあこれね、作り手側もそんなに気づかれるつもりでやってないと思うんですけどね、どういったことがあるのか、なんかのインタビューとかでね明かされるのがちょっと楽しみだなという部分ですね。そしてアンナチュラルネタ続いてはですね、報道の多分ねこれテレビのニュースのところだと思うんですけれども、週刊ジャーナルの、名前が出ていたというところですね。これは久保田正孝さんが演じている六郎くんがですね、もともとそこでですね記者のバイトみたいなことをやっていて、UDI ラボに潜入しているというですねスパイ活動をしていたという設定がアンナチュラルにはそもそもあったわけですけれどもね、アンナチュラルのネタバレでね今更絶対に怒らないでほしいんで、この辺のストーリーは説明しますけれども、週刊ジャーナルっていうのがですね、まあ週刊文春とかまあフライデーみたいな感じで、この世界に存在するですね、割と手段を選ばない週刊誌として存在してるんだろうなっていうですね、ことですね、ユニバースをシェアードしているというのはこういうことかなと思います。そしてかなり重要なポイントが、7番目でございます。上倉所長、松重豊さんが、ドラマの時点で構想していたですね、歯型のデータの、全国共有化ですね、データ化してそれを全国でシェアするっていう、そして、照合が簡単なようにするっていうですねシステムの、構築の構想を練っていたわけですね。それを話していたわけですけれども、それがどうやら今回実現されているっぽいっていうのがですね、これ実は一番大事な伏線回収というか、もはや小ネタではない大ネタ、太いネタと言えるんじゃないかというぐらいですね、非常にですねこうちゃんとやろうとしていることっていうのがですね実現されていくんだっていう、世界はですねどうにかして頑張ればですねちょっとずつでも正しい方向に動いていくんだっていうですね、この乃木脚本および塚原演出っていうですね、この世界観が持っているなんとなくのトーンですね、世界は基本的には悪いけれども、ちょっとずついい方に行くんだっていう、世界観がですねこれちゃんと変化として表現されているっていうのは、これはですねもはや小ネタではないなと、思いますね。すごいですね。そしてこれはねコメントとか、ツイートとかでちょっと来てて僕は笑っちゃったんですけど、カウントするかどうかちょっと迷いましたけれども、毛利さん、大倉浩二さんですね、が時々かっこいい問題っていうコメントが来ていました。まあ確かにね、これはまあアンナチュラルを見ている人からするとですね、普段はまあかなり嫌な刑事というかですね、まあ感じの悪い男性っていう感じなんですけれども、たまにですねこう仕事ができたりスマートでかっこいいみたいな、感じで市川美子さんが演じる、庄司がですね、なんか今ちょっとかっこよかったんだけどみたいに、なるところですね、基本的にはその男女の関係っていうのを、まあ、露骨には描かないということをですね徹底しているドラマでは、あるんですけれども、そういうところにですねちょっとしたこうほころびみたいなものが、人間味みたいなものが出てくるところが、かなり庄司の面白いキャラクターでした。庄司僕アンナチュラルで、一番好きなキャラクターかもしれないですけれどもね、でコメント面白かったのが、庄司さんに見せたかったな名字の読み方に、毛利さんが気づいたところっていうね、山崎と山崎っていうところに気づいたところ、確かにかっこよかったですね。これ庄司さん見てたら、ちょっとかっこよかったんだけどっていう感じになりそうだなっていうことですね。これは、まあ、小ネタとか伏線じゃないけど、まあ毛利さんというキャラがそもそも強いよっていう、話なんですけどね。でも視聴者、観客がですね半分庄司さんになっちゃってるからそういう感情になるっていう、ところですね。そして9個目はですねこれも結構重要ですね。デイリーファースト社っていうのがですね、まあ、アマゾンみたいなものを、モチーフにしている巨大な外資系企業として出てくるんですけれども、そこで働いているのが、満島ひかりさんと岡田将生さんという、まあ、エリートですね、の人なんですけれども、それをもじった、名前で、まあ、偽物の CM をネット上に流しているっていう細工をですねまず犯人たちはしていたわけですけれども、それがですねデイリーファーストじゃなくてデイリーファウストになっていたっていうところですね。でこれファウストっていうのはですね、ミュー404に出てきていたメフィストフェレスという、言葉と繋がってくるんだよというのにね、これ気づかされる人も多かったんじゃないでしょうか。メフィストフェレスは、ゲーテのですねファウストという作品小説にですね、登場する悪魔ですね。でその、主人公がファウストなんですけれども、ファウストは人間ですね、で人間にこう魂を売る契約をしてですね、その、まあ、代償というか、交換条件として、快楽を与えるっていうですね、まあ、誘惑するタイプの悪魔がメフィストフェレスなんですけれども、それをメフィストフェレスっていう風に、まあ、島さんが言って、で、それをメケメケフェロットっていう風に聞き間違えるっていうですね、いぶき、綾野剛さんのくだりがありましたけれども、その時はメフィストフェレスを菅田将暉さんが演じてるクズミに例えていたわけですね。あ、ミュー404の、ネタバレやめてくださいとかやめてくださいね。ミュー404の悪役としては、菅田将暉さんが出てきます。これはですね、ちょっと調べれば出てくることなんで、ネタバレではないですけれども、その時のメフィストフェレスっていうのが、まあ、あくまで誘惑される人物の主人公、そして作品名が、ファウストだったわけですけれども、そこは繋がってます。
ね、っていうのがですね、かなり重要なテーマに関わる小ネタでありました。そして最後はですね、まあ、これはかなりアンナチュラル本体のネタバレにもなりますし、このラストマイルのネタバレにもなりますので、だいぶざっくり説明したいと思うんですけれども、まあ、ここはね、結構胸厚ですよね。普通にね、伏線とか小ネタっていうよりも胸厚なポイントなんですけれども、中藤さん、井浦新さんがですね、今回のまあ、とある犯人、加計という人物のね、薬指を見て、見上げた根性だっていうわけですけれども、それに対してですね、見事石原さとみさんがそんな根性ならない方がいいっていうですね、これ一貫してるなーっていうですね、まあだから中藤さんはアンナチュラルの、最後にですね、まあ自分がまあちょっと成し遂げられなかったじゃないですけれども、ちょっと抱えていた、闇の部分っていうのをですね、まだちょっと引きずってるんじゃないかなみたいなことを匂わせなくもないセリフではあるわけですね。それに対して見事には見事のですね、正義と過去があるわけですけれども、それをですね、やっぱりこうズバッというところっていうのが、実はアンナチュラルの時からちょっとですね、時の経過が止まっている二人でもあるっていうところがですね、例えばそのミュー404の前田大城さんと望月歩さんがですね、こう成長してるみたいなところとか、島と伊吹、まあ、特に伊吹ですね、が成長してるみたいなところとか、上倉さんの構想が実現してるみたいな、こう未来感を感じさせるところである一方で、中藤さんの時は実は止まったままなんだみたいなニュアンス、まあこれは考察というかそれぞれの解釈の余地があると思うんですけれども、まあ自分には成し遂げられなかったようなことをですね、今回の犯人は、まあ半ば実現しているわけですね。とにかくまあ根性としては持っていたっていうことが分かりまして、それに対する中藤さんの、まあもちろんそれを肯定してるわけじゃないんだけれども、ちょっと羨ましいなと思ってしまうみたいな、ポイント、そしてそれをですね、ダメだよっていうふうに、正義で制する見事っていうのがですね、あ、やっぱりこの二人、まあバディじゃないんだけど、いいバディだなっていうふうに、思わされるセリフで、アンナチュラルファンはですね、あそこはすごく、まあ上がったというかですね、ドラマをやっぱりこう思い出してしまう。そして、中藤さんというですね、まあ裏主人公ですね、アンナチュラルの、まあ実は主人公は中藤さんなわけですけれども、中藤さんに、思いを馳せるシーンだったわけですね。なので、まあ、非常にですね、出てくるシーンは、まあ、少なかったわけですね。中藤さんめちゃくちゃ少なかったですけれども、やっぱり中藤さん、ちょっとだけ出てくるだけでも物語全体を匂わせるなっていうところが、かなりファンサービスとしてはめちゃくちゃあった気がするんですよね。っていう感じでございまして、小ネタ10選でございました。まだまだあるぞという方はですね、前回の1本目の動画から合わせてチェックしていただいて、その20個から漏れているものをコメント欄に書いていただきたいと思います。10個出たタイミングで、動画にしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。ミュー404アンナチュラルの全話解説動画っていうのも一応出しておりますので、それも概要欄に貼っておきますので、よかったら、遡ってみてみてください。以上、大島康之でした。ありがとうございました。